すげえ。センスゴルフグリップ、重りが3種類あって利き手のここら辺に重りをセットします。はい、フェイス面が向いてるところが分かりやすい。このグリップだけでこのパターの重心とかね、感覚を変えられる、すごいおすすめ。センスグリップス .jp 皆さんチェックしてみてください。はい、534ヤード。黄色い吹き流しまでが225ヤードなので、240ヤードぐらいが出ればナイスショットになると思います。谷田選手ティーショットです。スライス気味に飛んでいきました。ちょっと左ドッグなので遠回りになりますが、パー5なので問題はないでしょう。荻野選手、先ほどはナイスアプローチからのナイスパーセーブでした。フェード気味で吹き流し方向に飛んでいっています。前回優勝の笹原選手、このパー5で一つ取り戻したいところです。これも吹き流し方面に飛んでナイスショットです。風見選手第1打、福永選手もちょっと右に出てしまいました。ちょっと心配です。ちょっと心配ですね。OB の可能性があるので、浅見選手暫定球を打ちます。これはちょっと左に引っ掛けてしまいましたが、距離的に大丈夫でしょうか。ちょっとショートのようです。浅見選手第1打発見しました。さあ、浅見選手トラブルショットになってしまいましたが、 OB ではなく OB 手前2メートルにギリギリボールが上げました。ラッキーでした。ユーティリティでフェアウェイ真ん中に戻したいショットです。ちょっと左ラフに行ってしまいました。さあ、荻野選手フェアウェイ真ん中からまっすぐ飛んでます。ナイスショットです。前回優勝の笹原選手はここでパー5バーディーを取りたいところです。これもフェアウェイ真ん中、ナイスショットでした。さあ、谷田選手、飛びすぎてバンカーに入ってしまいました。さあ、フェアウェイ真ん中に戻すショットが打てるでしょうか。ウッドで打ちましたが、ロフトが引きすぎてバンカーの中で戻されてしまいました。2打目はアイアンを使ってフェアウェイに戻しました。浅見選手の3打目になります。ピンまでは上りで200ヤード以上あるので、またはアゲインストなのでちょっと乗らないかなという感じです。ウッドで果敢に打ちました。バンカー右まで持っていってます。タイナー練習、これが4打目になります。上りの187ヤードインストールで210ヤード打たないと取り組んでいけるんです。
サラ選手上りの140ヤード、風が止まって160ヤードほど打たないと思うと思います。ピンに向かってまっすぐ飛んでいってます。ナイスショー、ナイスオン。さあ、この選手135ヤード。これも打ち上げなので、打ち上げアゲインストでプラス20ヤード程度だと思います。宇佐美選手、第4打目、残り約42、3ヤード。ちょっと乗ってます。グリーンのラインはスライスラインなので、ピンの左から攻めると思います。すいません。ラインはフックラインでした。ナイスアプローチショットした。タイナー選手、これは第5打目になりますので、なんとか寄せて、ボギーをキープしたいと思います。ナイスアプローチ。笹原選手のバーディーパットです。下りのスライス、スコアでした。さあ、浅野選手はパーセーブなるか。ナイスパーセーブ。ナイスパット。さあ、荻野選手寄せて、これを入れてパーです。ナイスパー。380ヤード、パー4、右ドック、左は OB、 右ドックのくぼみの下は池があります。結構難しいホールになってます。吹き流しまでの距離は238ヤードです。このホールは吹き流しがターゲットです。ちょっと左に引っ掛け気味の距離の出ないショットになってしまいました。左ラフです。吹き流しや、いや右ですが、フェアウェイキープの250ヤード弱のナイスショットです。この矢が右に出てますね。右に出てこらえるか。あ、バンカーは入りませんでした。ラフですが、ラインによってはショートカットなので問題ありません。さあ、さっきのボギーを取り戻せるか、谷川選手。やや引っ掛け組のショットですが、左ラフです。第2打、ベアグラウンド、上りの180ヤード、木が少々スタイミーになってこんな感じです。ちょっと大変なショットになります。さあ、荻野選手はどのように打つでしょうか。
とりあえず出す感じのようです。フェアウェイに出しました。安全策です。笹原選手、上りの160ヤード第2打です。ちょっとショートでした。さあ谷田選手、第2打ちょっと受けてます。ナイスオンです。ちょっと大きいようでした。大きくちょっとバンカーってしまいました。さあ小木野選手、第3打約90ヤード。ちょっと引っ掛けてしまいました。左クリーン外してしまいました。ちょっと大きめでしょうか。スピンかかりませんでした。さあ次、ちょっとショートで2メートルほど残ってしまいましたが、荻野選手はボールが、エッジにファーストカットになりますが、ラフとの間で難しい予選になっています。マザミ選手が先に行くようです。上りの110メートル。ナイスタッチでした。これもナイスタッチでした。ナイスパーセーブ。ナイスパーセーブ。ちょっと引っ掛けてしまいました。ナイスセーブ。パー3第1打目。ちょっと引っ掛け気味です。距離は足りてるでしょうか。足りてるようです。ナイスオンです。荻野選手第1打目。やや右ラフです。ちょっと左に引っ掛け気味ですが、グリーン左にオンしました。約1メートル内につけたナイスアプローチショットでした。ちょっと大きくオーバーしてしまいました。谷田選手バーディーパットです。ナイスパーでした。笹原選手もバーディーパットです。
ちょっと打ち切れませんでした。あざみ選手、パーセーブなるか。笹原氏、パーパットです。ナイスパー。さあ、海野選手、パーパットです。ナイスパー。